こんにちは、荒木和弘です。今これソウルのホテルで撮影をしています。こちらで、いろんな方々とお会いしていろんな話をするんですけれども、やはり改めて感じるのは、北朝鮮の体制というのはですね、もう最終的には話し合いの相手ではないということですね。やっぱりもう体制を変える、今の金王朝を倒すしかない、金正恩に明るい未来を描かれては困るんですね。金正恩の明るい未来というのは我々にとって、そして北朝鮮の大多数の人にとって暗い未来でしかないですね。ですから、やはりもう拉致問題の進展も、あるいはさまざまな北朝鮮の人権問題も、体制が残っている限りはいつまでも続きます。それを変えるしかないということだと思います。こちらに来てちょっとへえと思ったんですが、脱北者の方々の中でもですね、北朝鮮と交渉をしてというようなことを言う方が、それなりの数おられるということなんですね。でもやはり、北朝鮮のあの体制を体験してきた人でもそうなのかということになると、韓国の中で、やはりこれどうしようかというふうになった時に北朝鮮と交渉するというふうにですね、なるのは仕方ないのかもしれません。で、いわんや日本も、そうなのかもしれません。だから岸田総理、もう岸田総理に始まった話じゃないですね、安倍総理の時から、条件をつきずに向き合うというようなことを言っておられるわけですね。でも条件をつけずに北朝鮮と向き合って何の交渉したって何も結果が出ないということは明らかですよね。それも結果を出すためにはやはりあの体制を揺さぶるしかないということです。で、体制が倒れても、それはもう北朝鮮というところを土地ごとなくすってわけじゃありません。で、そこをどういう形になるか、韓国による統一になるのか、あるいは別々の国として安定した状態が作れるのか、そこはいろいろあるんですけども、その時に全部国民取り替えるわけにいきませんからね。じゃあどうするのかというと、結局例えば労働党の幹部とかそういう人たちでも改めて使わざるを得ない、やっぱり行政能力とかいろんなことを分かっている人間を使うしかないということは事実です。ですから、それが全てを取り替えるってことはないんですが、しかし少なくとも一番トップにいる人間は責任を取ってもらわなければいけないですよね。で、もうその金正恩はそれが分かってる。だからもうともかく自分の安定だけにしがみついているのが現在の状況ではないだろうかというふうに思います。で、北朝鮮の体制がおかしいっていうことは誰でも分かりますよね。で、あの体制っていうのはもう国ではないです。で、みんなだから国だというふうに思うからおかしくなる。これは今までもこのショートメッセージでたびたびお話ししてきたことではあるんですけれども、要はイメージとしてはですね、山賊がですね、朝鮮半島の北半分を支配しているというふうに思った方がいいです。で、そこへ外交官が行ってですね、外交交渉しようが何しようが、相手側はどうやって相手を騙すか、相手から物を取るかということしか考えてませんから、で、話がうまくいくはずがない。で、もうどうしようもなくなった時だけ彼らは動きますよね。21年前の 9.17 小泉訪朝の時はまさにそうでした。アメリカブッシュ政権で爆弾いつ落とされるか分かんないという恐怖感があった。で、自分たち生き残るためにどうするかということで、もうその時はなりふり構わず拉致、今まで一度もやったことないと言ったのを認めてですね、そして日本にすがり寄ろうとしたわけです。だ、結果的にそれは失敗に終わったわけですけどね。やはり山賊をどうするかといった時にですね、山賊とその条件をつけずに話し合うとかですね、で、山賊と外交交渉しようったってできるはずはありません。で、できることは、山賊は最後はともかく退治するということですね。で、今とりあえず交渉でできること、そこに捕らえている人取り返しとかですね、そういうことについてはある程度はもちろんこう話し合いをせざるを得ないわけですけども、最後はもう退治すると
いうことしか方法はないんではないだろうかと思います。で、もちろんそういう中でですね、改心して、真面目にやりますと、人間になりますというふうに言った人間はそういうふうに扱いをすればいいわけで、でもやっぱり山賊の親分はですね、それなりに責任を取ってもらわないと示しがつかないだろうと思います。それをやるだけの覚悟があるかどうかっていう問題はあるんですね。私だってその行政の責任者となったとした場合に、そこへ北朝鮮を追い込む覚悟があるかどうかということを言われると、絶対ありますというふうには確信持っていません。やっぱり自分も怖いですからね。でもそれをやらなければ問題は前には進まないということではないだろうかと思います。北朝鮮は国家ではなく山賊による朝鮮半島北部の支配だということでですね、じゃあそれからどうするかということを考える必要があるのではないだろうかと思います。今日もありがとうございました。